福里奈さんもどうぞお仕事をしていただいてはい、させていただきます。皆さんこんにちは、新井エリナです。はい、このね、声が響いているこちらのスタジオでマイクを前に今口ずさんでいたのは、おっしゃる通りぬるいシャワーなのです。昨日ね、初めての YouTube 生配信を宇宙魔王としまして、そのマオピは今カメラをガタガタとさせながらスタンバイ中でございますというわけで、昨日の今日でなんですけど、早速ぬるいシャワーを収録しますイエス。なのでこのすごくね、可愛らしい練馬にあるスタジオをお借りして、限られた5時間という時間の中でセッティング、撮影、撤収っていうことを自分たちでやっていかなくちゃいけないんですけど、すでにもう2時間が経過しておりまして、非常にまずいです間に合うかな。これから収録頑張ります。なななな、にゃ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 、それも滑舌でしょ。にゃ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 、はい、お願いします。はい足のパキッ背中がじんわり汗ばんでく、日陰をわざと歩く、おし、いいんじゃないですか。じゃあ音は大丈夫。ここ OK。 皆さん素晴らしいです。ありがとうございます。真央さんこそ。ご自分で機材セッティングされるんですね。私は全然できないので、なんか移動したりとかするだけしかやってないですけどねものすごく快適みたいこの飛行機、マオティのお父さんが作ったんですって。すごいですよね。趣味で作ってるって、今回本当手作り感マックスなので、晴れてる時間内にできるかなっていう不安もずっとあります。イエーイします。急に上がって、
私が編集頑張るまで、そうだね、1ヶ月弱で直樹が編集してくれて、でそれを皆さんと一緒に見ようと思います。はい、いつにしますか？4月1日の金曜日でいかがでしょうか？イエーイ、頑張ります。間に合う。じゃあ4月1日にまた今回のこのライブ動画ってことか、ライブ動画編集したものを一緒に4月1日に見てください。お願いします。楽しみにしててください。ではチャンネル登録お願いします。